私2号です。本日も頑張ってまいりましょう。長谷川自動車様ありがとうございました。貨物化自動車から長谷川自動車に変わりそうですね。はい、ちょっと台車急遽用意してもらって、今日はそれで帰ってきて、はい、今ちょっと農作業してました。はい、それからこのコメント返し動画ですね。いやー、いいですね。トモさんありがとうございます。全てを見通していただいたかのような、はい、この動画投稿に関しては、要はあの初期に戻ればいいんですよね。2号のもうカメラボーンって目の前に置いて、トラプシニガーですってなんか好きなこと言って終わるっていう、はい、あれならもうノー編集、あれならもう全然1日2時間かかって2時間ですんで、ちょうどかコメント返しとあれをやって2時間。でもあれだとあんまりあれですね、コメントもらえないですよね多分。まあいろいろちょっと考えます。本当にとりあえず今日駆け出し、今日朝とりあえず寝坊ですからね。4時にセットしたアラームが全く聞こえませんでしたね。応援よろしくお願いします。温かく見といてください。 NSG さん、はい、段取りは8割です。8分になってますね。段取り8分しかないですね。0割8分感じですかね。とか市川さん、どうなんでしょうか。いや、それはないと思うんですけどね。本当私結構真面目なんで、動画やめるって決めたら農作業にも、本当動画のことを忘れて農作業に没頭できると思います。はい、今までがそうであったように。はい、それから国井カラスさん、これ見ましたよ。あのツイッターにもいますね、農業修行中みたいな国井カラスっていう名前で。ニコ動はまだ見てないですけど、ちょっと興味ありますね。やっぱかかりますよね。音声と字幕、あれ字幕一つ一つ入れたらほんと大変ですよ。BGM 私も入れるのは、まあ短い15分ぐらいで BGM 入れてますけど、凝り出すともっと30分以上かかっちゃいますからね。音を切ったりとか、なんか繋いだりとか。はい、ちょっと。それとあとこれ嬉しいですね。農業に目覚めちゃったんですね。あのプロフィール読んで。ちょっと僕もちょっと見返したんですよ、ちょっと。あの、これからブログをやるんで。なんか当時、すごいとぼけた感じで、あんま編集してないですけど、あれはあれでいいですね。ボソボソ、ボソボソつぶやいたりとかして。今、なるべくそういうのやらないようにしてるんですけど、本当なんで目覚めちゃったんでしょうね。これまあ、ご趣味でやられてるってことですかね。本職ではなくて。どうなんだろう、本職になっちゃってるんですか。ちょっと詳しく、ちょっとカラスさんのことをあのお伺いしてないですけど、はい、今後とも頑張っていきましょう、農業。はい、修行中、私もまだ修行中の身でして、はい、動画編集も修行中の身です。はい、トモさん申し訳ございません。あ、それからそうだ、昨日あれですね、のりゆきさんから、そうのりゆきさんからヨンダーサーモンのことをコメントいただいてたんですよね。で、僕もしばらく考えてたんですよ。あの、霧を取るサーモですよね。四段サーモ。でもちなみに丸屋根の四段サーモは壊れてます。つけるとしたら、角屋根の方の四段サーモと、その霧のサーモですよね。湿度がぐわって上がった時とかに、もわっと、もわっとした時に、加温器が動く、送風機が動く。そう、確かにあれも欲しいですね。そんな高くないですよね、あれ。そう、ちょっと漏れてましたんで、ちょっと補足しておきます。それは銀スポさん。ああ、丸屋根、ね、もう異常に多いの分かりますか。だからほんと週1回ぐらいでアザミウマの薬酸、粉ジラミド、ほんと薬酸しないと。ってなるとですね、点滴入れてる意味がなくなっちゃうんですよね。だから私あの、ウイルスのやつを切ってバーンってそこに投げちゃってるのも、ちょっと点滴に期待しちゃってるっていうところがあるんですよね。本来であればあれ外に出さないと。点滴ついてなかったらもう、何の遠慮もなく外に出しますんで。そう、点滴ついて、そこでもしかしたら増殖してるかもしれないんで、食べて置いてるんですけど、本当にまた今日も3本抜きましたし、ちょっとな、どう、その兼ね合いですね。四郎くんからも言われてるんですけど、追加で植えたりとか。はい、ちょっと考えますね。お師匠様、博打。農業は博打。なんか僕、あの、負けてばっかりですね。そして、あの、トモさんにも言われて、トモさんかな、お師匠様かな、あの丸屋根を借りた時点でなんかおかしくなってますよね、僕多分。ああ、お師匠様か。
やめた方がいいと、年2作格屋根の方がいいと、なんか取り憑かれてる気がします。はい。なんか今年1年ちょっとやってみて、本当にウイルスで悩まされるようだったらもう返すしかないですね。あそこもまあお金かけてますけど、まだいけるかな。これで被覆とか張り替えちゃったらもう抜け出せなくなっちゃうんで。それからお師匠様、あれ400ワットっていうと4000ワット相当ってことですね。あの LED400 ワットは通常のライトの10倍ぐらいってことですよね。で、動画見たら確かに夜にしては明るい、まあ場所によっちゃ暗いっていうところですよね。で、あれ 6箇所、3箇所で2個ずつって感じか。あー、なるほどね。わかりました。ちょっと早いとこ。はい。トモさんの意見も参考にして。まあ私の言ったあの LED ライトは、まあ、ほんとどうにもなんないって時に使う予定です。はい。毎日夜仕事してたら、本当に朝4時なんか起きれなくなっちゃいますんで。それから NSC さん。すでに思い当たることがあれば、はい。今言っちゃいましたね。撤収です。撤収するのが一番早いんです。うん。で、格屋根も普通にありますから、そんなガタガタってこう、収益が落ちることもない。で、やるとしたらもう路地、ナス。夏場にやっとけば、もっと、2段部ぐらいやっとけば、ナスを。はい、簡単に言いますけど、ただ、もしかしたら周りはね、借りて2個のハウスでキュウリ作るよりも、楽に、売り上げも上がるかもしれないです。周年キュウリっていうところを目指したところからおかしくなってますね。うん。はい。まあ、あれもう、サイドとかも本当もっと開くようにしなきゃいけないんですけど、今度開けたら虫の飛び込みがすごそうですから、もう撤収ですかね。うん。市川さん。天候次第なんです。はい。農業は。本当に。あれ、植物工場みたいになってくるとまた話は違うんですけど、水耕とか。まあ、でも水耕も天候ですよね。そうなんですよ。それから白くん。白マルチ、もうあれ、背が高くなってきちゃったんで、丸屋根。あんまりダメですね。植えた直後とか植えるぐらいに白マルチだと、本当、アザミウマが寄ってこないのかなと思います。大きくなっちゃうともう影になっちゃうんで、あんまり効果ないのかなと。葉っぱも大きいんで。はい、市川さんありがとうございます。あ、キュウリはもっと高いですよ。キュウリ3本はもっと150円以上ぐらい してると思いますね。袋詰めだ。人参3本は安いですよね。100円、98円は。まあ、どっち買うかっつったら安いを買っちゃいますもんね。売れなくなりますよ、キュウリは。あ、白くん、あ、猫がグーしてるんですね。なるほど。ちょっとこれもう私パッと購入苗しか思い浮かびませんでした。自分で接木するとか考えてませんでした。お師匠様、後でライトがっつり当てる方撮影する。あ、これはもう撮影したんですね。後でライトがっつり当たる方ので、明るかったのはそうですよね。多分違うのかな。はい、多分明るいと思いましたね。あとはまあカメラどうなんだろう。あれでヘッドライトとかつけたらもう完璧ですね。普通に作業できちゃいますよね。ちょっと手元が暗いなってところがあった、影になっちゃうとですね。そんなところでしょうか。はい、今日も話しっぷりが長しっぷりですね。はい、これから飯食って格屋の準備やりたいと思います。最初はピヨピヨじゃんけんパー。